ていくのですが、その前に少しだけお時間をいただいて、ここにいるアザラシたちについて紹介をしていきたいと思います。皆さん、アザラシというと海にいるイメージが強いかと思います。実際アザラシは18種類いる中のそのほとんどが海で暮らしているのですが、ここで暮らしているバイカルアザラシという種類のアザラシはロシアにあるバイカル湖という名と淡水の湖に暮らしているという珍しい種類のアザラシなんです。またこのバイカルアザラシショーを行っているのは日本ではここ箱根水族館だけということで、ショー自体も非常に珍しいものとなっております。ではどうして他の水族館ではこのバイカルアザラシショーを行われていないのかと言いますと、バイカルアザラシは他のアザラシに比べてもとっても臆病な性格をしていると言われており、あまりショーには向いていないんじゃないかと思われていたんですが、とっても頭をよく教えたことはしっかりと覚えてくれますので、ぜひこれから始まりますバイカルアザラシショー楽しみにしていてください。また他の水族館でバイカルアザラシショーを行われていない理由がもう一つだけあります。それは皆様お気づきかもしれませんが、ここのアザラシたちとってもまん丸としております。ですがこれ太りすぎではないんです。バイカルアザラシたちが暮らしているロシアのバイカル湖はとっても寒いところにあります。ですので皆様がコートやマフラーを着て寒さ対策をするように、バイカルアザラシたちも厚い脂肪をつけて寒さ対策をしているので、このようなまん丸とした体型をしております。そのような体型からしてスピーディーな動きは苦手としておりますので、今日はアシカショーやイルカショーといったダイナミックでスピーディーなショーは一旦忘れていただいて、アザラシたちののんびりとした可愛らしい姿を楽しんでいただきたいと思います。それではトレーナーもアザラシたちもやってきましたので、バイカルアザラシショー始めていきましょう。皆様最後までよろしくお願いします。さあ元気いっぱいに手を振ってアザラシたち挨拶をしてくれました。現在こちらのプール4頭のアザラシたちが暮らしております。それぞれ名前がついておりますので、まずは名前の紹介から始めていきましょう。まずは皆様から見て左側、こちら2頭のアザラシやってきてくれております。左側から女の子のルーシーちゃん、そしてその隣が男の子のアッシュくんです。さあしっかりトレーナーと握手をしてくれましたね。さあこの2頭、実は男の子と女の子でとっても仲良しなんです。チューしてくれてますね。今日もこんな感じで仲良く頑張っていってもらいましょう。左側頑張ってくれるのはルーシーちゃん、アッシュくん、そして大山トレーナーです。応援よろしくお願いします。続きまして皆様から見て右側、こちらも2頭アザラシやってきてくれております。左側から女の子のアンちゃん、そしてその隣が男の子のビリーくんです。さあこの2頭もしっかりトレーナーと握手してもうチューしてますね。さあ今日は早速チューをしてくれました。今日もこんな感じで協力して頑張っていってもらいましょう。右側頑張ってくれるのはアンちゃん、ビリーくん、そして田原トレーナーです。応援よろしくお願いします。バケツの方にも名前書いてありますので、ぜひ確認してみてください。それでは名前の紹介も終わりましたので、まずは準備運動で体をほぐしていきましょう。さあ早速右側に2頭回っております。アザラシたちの準備運動は回転です。ちょっと皆様キョトンとしておりますが、これでもアザラシたち全力で回っております。これから先このスピード一切上がることはございませんので、今のうちにこの遅いスピードに目を慣らしておいてください。さあ今日は調子がいい方なので、次の種目もしっかりと頑張ってもらいます。さあ十分準備運動で体もほぐれてきましたので、今度は道具を使った種目始めていきましょう。まずは小さなリングを使った種目です。アザラシたちにこれしっかりと首にかけて持って帰ってきてもらいます。早速右側ビリ君、白リング、そしてアンちゃんは黄色のリング行ってくれております。さあアンちゃんはなんと2つのリング行ってくれております。さあ左側アッシュ君はもう乗り上がってますね。首にかかってないよアッシュ君。ちょっと違いますがね、まあ、トレーナーのところに持って帰ってきてくれたので OK としましょう。でもこれまだまだ簡単な種目です。今度はレベルを上げて大きな輪っかフラフープに挑戦です。
私たちこて持って帰ってきてくるだけではなく、しっかりと回すことができるんです。さあ、みーが早速あんちゃん黄色のフラフープ回しております。ビリー君、自分しか回ってないよ。それフラフープ全く動いておりません。さあ、左側どうでしょうか。アッシュ君、それさっきやったやつだよ。アッシュ君、それリングじゃないからね。フラフープ中入ってね。さあ、ルシーちゃん、しっかりと片手で持ってくるくると回っていますが、アッシュ君もミリー君と一緒かな。地面しか回ってないよ、それ。ちょっと男の子2頭はフラフープ苦手みたいですね。女の子2頭は大成功することができました。ちょっと男の子何度やっても一緒みたいなので、ちょっとフラフープはこれぐらいにしておきまして、今度は道具をガラッと変えて男の子でも成功できる種目やっていきましょう。さあ、今度は小さなボールを使った種目です。私たちこれしっかりとキャッチしてくるくると回ることができます。さあ、右側2頭しっかりと持ってくるくると回り始めてくれました。さあ、アッシュ君も手で渡してもらいまして、ゆっくりですが、なぜか気持ちよさそうな表情して回り始めてくれました。では、どうしてこのような小さなボールしっかり持つことができるのかといいますと、アザラシたちのヒレ状になっている前足、ここには私たち人間と同じように5本の指の骨が入っております。この関節を器用に曲げることによって、このような小さなボールでも落とさずに持つことができるんです。さあ、左側ルーシーちゃん、勢いよく回ってくれましたね。さあ、こちらの種目で4頭全員やっと成功することができましたので、こちらもレベルを上げていきたいと思います。今度は大きなボールを使ってキャッチボールに挑戦です。頑張ってくれるのは左側のアッシュ君です。さあ、リング種目は苦手なアッシュ君ですが、ボール種目は大得意なので頑張ってもらいましょう。いきます。トレーナーが投げたボールをキャッチ、そしてトレーナーにパスできました。皆様、温かい拍手ありがとうございます。ちょっと地味な種目なんですが、これアッシュ君にしかできないという難しい技でした。アッシュ君も手を振ってご機嫌そうです。さて、今までアザラシたちの可愛らしい姿ばかりお見せしてきましたので、今度はアザラシたちのかっこいい姿お見せしていきましょう。今度は青いボードを使ってサーフィンに挑戦です。さあ、アザラシたちのかっこいい姿お見せしていきますよ。これアザラシのサーフィンです。皆様、決してビート版ではございません。サーフィンと合わせていただいております。ボードに手をかけてスイスイと泳ぐ姿、どっからどう見てもビート版じゃないかと思われるお客様いらっしゃると思いますが、さあ、しっかりトレーナーの元にスイスイ泳いでくれてあります。さあ、真ん中のアンちゃんだけがボードに顎を乗せてスイスイと泳いでくれるので、ちょっとイルカさんのようなサーフィンをしてくれております。さあ、アザラシたちの後ろ足にご注目ください。アザラシたちは後ろ足をフリフリ振って泳ぐのが特徴となっております。さあ、最後のサーフボード、ルーシーちゃんが行ってくれました。さあ、しっかりとビート板スタイルですが、スイスイと泳いでトレーナーのところに持って帰ってきてくれました。まあ、ちょっとこんな感じでサーフィンも可愛らしくなってしまいましたので、今度こそアザラシたちのかっこいい姿お見せしていきます。今度はジャンプに挑戦です。頑張ってくれるのは右側のアンちゃんです。さあ、体の軽い女の子アンちゃんに頑張ってもらいましょう。さあ、トレーナーと協力してアンちゃんしっかりと飛んでもらいます。アンちゃんのジャンプもう一回やるみたいですね。しっかりと今度は成功できそうです。アンちゃんのジャンプ、頑張ってくれました。拍手ありがとうございます。でも、ちょっと伸び上がっただけにしか見えなかったお客様いらっしゃると思いますので、今度こそ本物のジャンプお見せしていきましょう。頑張ってくれるのは左側のルーシーちゃんです。さあ、助走を長めにトレーナー取っております。期待ができそうです。あんちゃんよりもかっこいいジャンプ見せてもらいましょう。ルーシーちゃんのジャンプ、決めてくれました。しっかり水しぶき上げてかっこよく飛んでくれました。アンちゃん、ルーシーちゃん、女の子にとしっかり頑張ってくれましたので、今度は男の子にも頑張ってもらいます。皆様、カメラのご準備よろしくお願いいたします。手にオケ、そして頭に手ぬぐい、箱根名物温泉アザラシです。今のうちにこの可愛らしい姿お写真に収めておいてください。まるで温泉に入ったような表情もしてくれております。ショーがあります。
せんアザラシ、機嫌が良ければやってくれますので、もし写真が撮れなかったお客様、アシュくんから遠かったお客様、ぜひその機会にお写真に収めておいてください。さあ、しっかりとアッシュくんの温泉アザラシも決まりましたところで、ショーもそろそろお別れのお時間となってしまいました。最後はアザラシたち全員でお別れの挨拶をしていきたいと思います。それでは準備いいですか、皆様に向かってさようなら。以上をもちまして、この時間のバイカルアザラシを終了とさせていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。続いてのイベントのご案内です。まもなく11時45分よりバックヤードツアーというものがございます。有料ではありますが、水族館の裏側を巡るというツアーとなっております。また大きなお魚ピラルクに餌をあげる特典もついておりますので、ご参加ご希望のお客様は水族館チケットカウンターまでお越しくださいませ。また11時30分からは海水館観覧席におきまして、ケープペンギンとの写真撮影会がございます。こちらは無料でございますので、よろしければケープペンギンとお写真をお撮りください。それではこの後も箱根水族館ごゆっくりとお楽しみくださいませ。